皆さんこんにちは。カリフォルニアの生活をちょっぴりお伝えするヨシガールです。私のチャンネルでは私のカリフォルニアの生活をお伝えしています。ぜひチャンネル登録お願いいたします。いや、コロナ騒動がね、始まってからこうやってできる限り毎日配信してるんですけれども、そうですね、ちょっと今週いっぱいはとりあえずできる限りやって、来週のちょっとまだ出勤とかのね、連絡が来てないんですけれども、来週もお休みになったらまたできる限りやろうかなと思っています。このビデオ、私のビデオを全部見てくださってる方は重複しちゃって申し訳ないんですけど、まあ、このビデオから見てくださった方もいると思うので、最初にちょっとこのチャンネルね、どういうチャンネルかっていうのをお伝えしたいんですけれども、まあね、私のカリフォルニアでこんな楽しいことがありますよっていうのをお伝えするチャンネルだったんですけど、5日前からはですね、アメリカが日本よりも先に感染が拡大してってるので、その状況をお伝えしてですね、少しでも皆さんの役に立てばと思っていますっていうのは、アメリカと同じような状況をね、まあ、日本も辿ってきてるので、何かしらのヒントになるんじゃないかと思っています。それででね、私がこういう、まあ、この個人的なね、こういうのが必要でこういう風になってますっていうのをお伝えしてるんですけれども、同じことを知ってほしいっていうことではないです。で、コメントいただいた方の中で、見てそれであっと思って歯医者さんに行ってきましたとか言ってくださった方がいて、本当にその使い方が正しいです。そういう風にしてもらいたいと思ってお伝えしてます。私の情報を見て、で、あ、そっかって、なんかヒントを得て、でそれをちょっとブレイクダウンして自分の生活に落とし込んで、で自分で何が必要かっていうにちょっとアレンジしてですね、でそれで行動していただけたらいいなと思うので、私はこれで皆さんに会って気づくきっかけになってもらえればなと思ってお伝えしているので、同じことをした方がいいですっていうチャンネルの内容ではないです。あとですね、まあ、常日頃から私は心がけてるんですけれども、特にこんな時代なのでね、皆さんに少しでもいい気分になってもらいたいなと思って、そういうふうに見たらいい気分になる動画とか、そういうのをお伝えしたいなと思ったりとか、あとまあそういういい気分になるためのなんかこう心がけみたいのをシェアしてるんですけれども、ちょっと残念ながらね、やっぱり外出禁止令なので、いくらちょっと緩いとはいえども、トレイル行ったりとか、ね、本当はトレイルですごい綺麗な山の景色とかもお見せしたかったんですけど、ちょっと行けない状況なので、今グッドバイブビデオはですね、ちょっと撮影に行けてない状況なので、もう一つの目的のですね、まあ、なるべく自分がいい気分で生活するっていう私の方法を共有して、皆さんも試していただければなと思っています。なので今日はですね、昨日私がまた何をしたかっていうことと、あと後半はですね、グッドバイブの出し方っていうより、まあこう人と、特に家族との接し方についての今の私の感想をお伝えしようと思っています。それでどうしても短くしようと思ってるんですけど、お伝えしたいことがいっぱいあって、ね、皆さんもお忙しいから、皆さんのスタイルに合った情報感じで見ていただければと思います。例えばYouTube 早送り機能もありますしね、それで見ていただいてもいいし、もしくはこうやってね、お皿洗いながらね、聞き流しでも全然いいと思うんです。っていうのは全然グッドバイブ映像は流してないので、まあ私の顔を見なくてもいいので聞き流してもらえればいいと思うし、例えば朝ね、もう10分しかこう時間が取れないと言ったら朝10分だけ見て、後半ね、もうお風呂に浸かりながら半身浴で見るとかね、もうそうなんで全然いいです。皆さんのスタイルに合った感じで見ていただければいいなと思うし、前半だけ見て後半見ないとかね、もう全然それでもいいと思います。ご自分の、まあこの間からも言ってますけど、取捨選択でやっていただければいいなと思います。で、ビデオもね、私5日前から、まあほぼ毎日やってるんですけど、昨日数えたら5日前から7本ぐらいあったので、できればですね、そこのコロナ部分、コロナ関係のビデオは見ていただけると嬉しいなと思います。っていうのは
こうトータルで見ていただいた方が、あのこちらの意図していることがわかると思うので、あのここだけ見ちゃうとね、なんかあの前回からのいろんなことをお伝えしているのはここでもう一回言わないから、あのもしかしたらこう誤解されて違うふうに受け取られたら嫌だなってちょっと思ってるんですけど、まあそういうふうに思っています。でですね、昨日私がやったことは、2点ですね。あの、1つは、あの、個人的に勝手にこう、地震対策したいなと思っていて、で、まあ、あの、ここはね、あまり家具とかは、あの、おうちレントだから、あの、くくりつけとかしてないので、まあ、私ができる準備は何かなと思ったら、あの、まあ、すぐに持ち出せるように、ちょっと貴重品まとめておくとかね、まあ、あと、お水をちょっと用意しておくとか、そういうことなんですけど、まあ、なんで私はそんなにちょっと、あの、地震、を気にしてるかなと思うと、まあ、あのここのところあのコロナ騒動でちょっと消えてんですけど、まあ、ちょっと大きめの地震が起きてるんです。それであの地震はもちろんね、世界中で小さい地震はもう本当にそれこそ10分おきとか1分おきとかもう本当に細かく起きてはいるんですよ。ただなんかこのマグニチュード5以上っていうか、まあ、6、7とかその辺がちょっと起きてて、まあ、あの昨日ちょびっとお話ししたんですけど、ハワイでも起きてて、でそのハワイで起きてるみたいですって言って、本当にその数時間後にロシアでも起きてて、で、まあ、それはちょっとねニュースにあんまり載ってないので、で私個人的に嫌だなと思って、というのはうち海がちょっと近いんですよね。ということは地震プラス津波で、あまり地震はあの怖く思ってないんですけど、津波の方がちょっと嫌だなと思ってるので、あのさらっとあの準備をしました。それであの前から言ってるんですけど、備えることと不安に思うことって違いますよね。で、備えるのはこうやって、あ、ちょっと地震の準備しとこうかなと思って、まあ準備しますよね。そしたらすごい、もうその後準備あるしと思って、ある程度心はあの平穏になりますよね。で、その良くない不安っていうのは、いつ地震来るとか、来たらどのくらい被害になるとか、それちょっとあのいらない不安ですよね。あのそれじゃなくて、あのあって思った時に備えはするけれども、それ備えしたらですね、もうあとはあの必要以上に不安にならないってことですね。で、それがあのコロナでも言えると思うんですけれども、今皆さん買い占めにパニックになってますけど、もうあのね、ある程度備蓄して、でもその買い占めとまた備蓄も違いますよね。あの備蓄は適切なあの適度なもの、あの量で買うっていうことですよね。でもあの買い占めはもういらない分まで買うっていうことですよね。で、昨日もアメリカのニュースで、あの1人トイレットペーパーね、普通に使えばあの1週間はワンロール持ちますのでって言ってたんですけど、本当にその通りだと思います。だからあの適切なあの適度な、備蓄をお願いしたいと思います。で、まあ、地震の対策をした後ですね、またあの運動不足になっちゃうのでお散歩してきたんですね。で、あのお散歩行ったら公園にですね、あのなんかチョークで誰かがメッセージを書いていて、なんか Be positive って書いてあったんですね。で、なんかすごいこういうちっちゃいこともいいなと思って、すごい幸せな気分になったんです。だからあの皆さんもね、なんかそういう小さいことで人がハッピーになれるようなことがあるんだったら、もう全然それもお金かかんないことだし、あのやっていったら、それがまたあの私が見ていい気分になったわけだから、あの人をハッピーにしてると思うんですよね。で、ここのところジョギングとかしたりとかして、すごいね、なんかあのトラックに乗ったなんかさ、男の人数人のこうね、トラックに乗った人がこうよく走ってて、なんかこう探してる感じですごい嫌だったんですよね。で、なんか治安悪いな、悪くなってきたなと思って、何なんだろうこの人たち、何を探してるんだろうと思ったんですけど、どうやらですね、なんかその今もう皆さんずっと家にいるから、なんかお家の大掃除みたいになっちゃってるみたいですね。で、私もゴミ箱の近くをこう通ったらですね、もうなんかテレビとか大きい家具とか捨ててる人もいっぱいいて、どうもそのトラックの人たちはそれをピックアップしようとしてるみたい、探してるみたいですね。なので、あ、そっか、やっぱりお家にずっといるから、あのもう時間が有り余っちゃってね。で、みんなこう大掃除になってるのかなと思いました。で、まあこれを機会に別にね、断捨離したりとか大掃除したりとかってすごいいいと思うんですよね。住環境を整えるっていうあのことでいいと思いました。で、これからですね、あのお家にずっといるので、当然家族と
過ごす時間がすごく長くなりますよね。で、そうなってくるとですね、まあ、みんなもちょっと疲れてるし、ピリピリしてるし、ストレスあるから、なんかね、例えば旦那さんとか奥さんとか子供とかがね、ちょこっと言ったことにね、ピキってこうなんか来ると思うんですよね。それでこう喧嘩とかになっちゃったりとかすると思うんですけど、そこで、今日私が一つご提案したいことは、まあね、家族、こういう時だからこそ、家族とちょっとコミュニケーションをね、いいコミュニケーションを取ろうっていう努力をしませんかっていう話をしたいと思います。で、ご提案の一つとしては、感謝を、表しませんか？で、一番簡単なのはね、本当にありがとうっていうことですよね。で、言うのはね、もうただだし、スマイル0円みたいなね。だから、もう、笑顔でありがとうって言えばいいと思うんですよ。でも、ちょっとさ、夫婦とか特に長くなってきちゃうと、そういうのもう省いちゃってますよね。なんか、やって当たり前とか、やってくれて当たり前みたいな。その態度とかが余計になんかこういうね、ピリピリした、環境にいると、なんか目についちゃったりとかするので、で、まだね、日本はロックダウンに、正式なロックダウンになってなくて、でも在宅勤務とかされてる方いると思うんですけど、でこれから本当に正式にロックダウンになるとね、もうどん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 そういうのがこうなんかこう目にすることが多くなるわけですよね。そうなった時にちょっとね、潤滑油としてありがとうとか、あ、なんかこれやってくれてありがとうとか言うといいと思うんですけれども、やっぱりちょっと夫婦とかだとこっぱずかしいし、ちょっと例えばね、子供と親とかにもね、親にもね、ちょっとありがとうとか、なかなかね、日本人特にね、感情を表さない国民性だから、言いにくい、恥ずかしいとか思うと思うんですけど、だったらもうありがとうとかじゃなくて、あ、なんかこれやってくれて嬉しかったとか、あ、これいいねとか、もうそういうことでいいと思うんですよ。とりあえず、いいコミュニケーションを、取りませんかっていうことで、今私もちょっと努力しています。で、その言い方なんですけれども、言葉をね、言えばいいっていうもんじゃないと思うんです。言い方をちょっとお伝えしたいんですけれども、またこれ話長くなっちゃうかな。私がもうそれですね、25年ぐらい前に、大学卒業してすぐに、テレビの番組制作会社に入ったんですけれども、もしこの人何者と思ったら、ちょっと下の、プロフィール欄を見ていただきたいんですけど、テレビの番組制作をしてたんですね。で、その時に、一つの番組で、英語の番組をワウワウで作るっていうのがあって、その担当になったことがあるんです。で、英語の先生のところに番組作る前に取材に行って、それでお話聞いて、でこういう番組にしましょうみたいな打ち合わせをしてたんですけど、確かその当時すごく有名だった吉田健作先生とかね、もちろんその中にいて、何人かその先生が担当してくださるっていうのがあったんですけど、その先生の中にですね、その当時慶応大学の教授だった大津先生って方がいらっしゃったんですけど、この先生は、まあ、英語の先生っていうよりは言語学の先生だったんですね。で、その先生がすごく興味深いお話をしてくださいまして、未だに覚えてるんですけれども、まあ、先生はだから言語学を勉強されてるっていうか研究されてる方なので、いろんな何て言うのかな、研究実験とかやってるんですね。で、例えば同じ顔の映像を流すモニターが2つあるとして、そこから違う声を出した場合、赤ちゃんは認識するだろうか、自分の例えばお母さんのね、映像で認識するか声で認識するかとか、そういう実験とかもやられていて、すごく面白かったんですね。で、その時に先生がおっしゃってたのが、人間はビジュアルとか声のトーンから 80% ぐらいの、情報を得ていると。で、実際に言ってる言葉は 20% ぐらいでしかないというお話をされてたんです。で、私本当に、あ、そうなんだなと思うんですけど、例えばですね、いい感じでいい感じのことを言ったら、もちろん 100% ですよね。これが一番いいです。で、例えば笑顔で声のトーンとかもいい感じで嫌な言葉を言った場合と、いい言葉言ってんのに嫌な感じで言った場合、どう思いますか？どっちが人に伝わるか。本当の意味がですよね。で、
例えばじゃあ今からいい感じで嫌な言葉言います。テストでね、嫌な言葉、例えばバカとか言ってみますじゃあね、例えばね、笑顔でいい声のトーンでバカどうですか。で逆に今今度逆やってみます。嫌な感じでいい言葉言ってみます。じゃあありがとうね、ありがとう、どうでしたか。どっちからメッセージを受けたか、声の言ってる言葉の内容じゃないですよね。顔とか声のトーン、言い方とかがもう本当にメイン。本当に例えばありがとうっていいこと言ってんのにありがとうって言ったらもうこれ逆ですよね。何喧嘩売ってんのみたいな感じになりますよね。なのでぜひですね、このまあ一つは家族間ですごいコミュニケーション、まあ今まで言えなかったありがとうとかを言葉にして言ってほしいなっていうのもあるんですけど、二つ目は正しくね伝えましょう。心の底からねありがとうって言いましょうってことですよね。これね、だってせっかくありがとうっていうのにありがとうとか言ったら伝わんないし逆効果なのでね、ぜひこれをこれからねロックダウンしてピリピリするね状況下でやってったらいいなと思いますし、まあ、ご家族だけじゃなくてご近所の人とかねもうやっていただけたらそれがまたグッドバイブになって自分に返ってくるんじゃないかなと思います。ということでね、今日はニュースをチェックしてみたんですけど、そんなに大きく変わってなんか皆さんと共有したいニュースとかあんまりなかったのでいいと思うんですけど、ちょっと少しいいかなというニュースを見たのは、イタリアとかもちょっと厳しく制限しているので、その効果が出てきているっていうのを聞きましたし、ニューヨークもね、入院率って言ったかな、が、ちょっと下がったっていうよりは平行線になったみたいな感じで、こう、アップはしてないってことで、封じ込めっていうか、制限のね、効果が出てきてるかなと思いますし、あと、武漢はもう、徐々に日常に戻りつつあるっていうのをアメリカのニュースでやってて、で、まあ、そこの武漢の外出禁止をずっとやってた女の子の取材をしてたんですけど、なんか2ヶ月こもってたって言ってましたね。まあ、だからもうまあさすがに日本とか2ヶ月はいかないかもしれないんですけど、最低3週間完全な外出禁止にはなんないかもしれないですけど、この規制とかね、そういうのは3週間から1ヶ月ぐらい最低でも見積もっといた方がいいと思いますね。もうそれぐらいの心構えというか覚悟で、やった方がいいんじゃないかなと思います。でも本当に世界中で徐々にだけどなんかこういいニュースがね聞けるとすごく嬉しいですね。これからもしかしたらちょっと日本がね一歩遅れてね感染者とか増えてくるかもしれないんですけれども、まあそれにね過剰に不安にならないで本当に基本のことねやって、で遊びに行っちゃったりとかしないで本当に守るところは守って、でもその中でできることを楽しんで、みんなでこの解放にねもう向かって、前の日常生活を取り戻すべく頑張っていきたいなと思っています。そのために私もビデオをシェアしています。私のチャンネルでは私のカリフォルニアの生活をお伝えしています。ぜひチャンネル登録、いいねをお願いいたします。またコメントもお願いいたします。それではまた。